ああ疲れた。いやちょっと大幅に間違ったんで、ちょっとあなんかタイトルですか、タイトルもグダグダだったんで、もうできる限り修正しておきました。疲れました。じゃあ再開します。これ誰見んねんな。いいと思うな。これ誰見るの？りょうくん見るの？ないしょ、りょうくん見るの？大人なって感じの。いるここに。ここにいる？見る？いる。いる？いるとか。いたか。大変だね。いただ。このどこ？あもうここなの。今日からちょっとラジオペンチ細め使います。いつものピンセットピンセット使います。またシールだよ。またシール。もうね、いらないですよね。ああちなみにこれイオン系列しか売ってないんですよ。これで全然もう商品棚入れシーズンなのかよくわかんないですけど、もう入れ替えみたいでイオンを駆けずり回りましたね。台風が来る前なんで駆けずり回りました。で各店舗の距離が遠いんでね、何キロぐらいだ、車で言うと30分40分ぐらい離れてるのかな。夜11時までかけて各店舗1個ずつぐらいあったのかな。だから最初02と01はとあと04は家にもう買ってあって、あとの3つが揃わなくてな、こういろいろ移動して40分40分40分ぐらいかな。で夜11時ぐらいで最後全部1個ずつあって揃いましたっていうのを本当は撮りたかったんだけども、撮ってる余裕もなくてみたいな流れですよね。で体調崩して喉痛くて、またシールある。シールあるね。何が違うの？あ、青は、なんと、青と変わったか。これ何なんだろうな。どう反応かマジで。頭から入るのか。それわかんないぐらいは。いや、わかる。なんかちゃんと作ってある人の動画見たけど。本当に丁寧に作ってあげて動画がね、な、りょうくんな、驚いたな。あんなにみんなめちゃくちゃちゃんと作ってんねんな。
そんなんもあれやな、ただの思い出作りやんな。難しいねんな。こうか、あーダメだこれ、イライラすらマジで。分かる。答えとかな、この間に言ったとか。なに、これでいいの？どいて。ファイラー来たな、ボア来たな。ダメだ、超つまんねえよ、全然面白くないね。なんで入ってるの？こんな面白くないことみんなよくやってんな。なんかやってるの？こんなに作るのって面白くないねんな。はくよ。面白いのかな、作ってる人は面白い人がいもいいのかな。いいよ。なんだろう、もう年取って多分もう目が見えへんねんな、多分。年取って目が見えないのと、頭がなんかイライラして頭がハゲかかってる上にさらに磨き上がってハゲかかろうとしてきてるよね、ストレスでね。だから俺をハゲさせて目を失明に追い込まれる作業といっても過言ではないね。これは本当に命がけだ。これはなあ、細かい説明書が見えへん。また降って、また入るんだよ。勉強も見たんだよ。
これおかしいよな。壊れるよ。こうか。